国道263号は、福岡県福岡市城南区から、佐賀県佐賀市に至る、一般国道である。福岡市の市街地の西部、城南区の荒江交差点を起点とし、旧佐原町域を通り、福岡、佐賀県境の三瀬峠を越えて、佐賀市域に入り、旧三瀬村、山和町を抜け、佐賀市中心市街地の北部にある、国立病院前交差点が終点で、 おおむね南北に伸びている。県庁所在地である福岡市と佐賀市を直接つなぐ国道である。しかし、三瀬峠とその前後はセフリ山地を越えるため車線こそ二車線であるが、急勾配と急カーブが連続し、かつてはローリング族が多かった。三瀬峠のバイパス道路として、三瀬トンネル有料道路が強用されている。2005年度沢さわら,区さわら 奥は、セフリ山地方面佐賀市山都町、松瀬、三瀬村譲り派の交互峠から、中央がパイパス、右が旧道、福岡市、編集場南区の北側にある、荒江交差点が起点で、おおむね南南西に伸びている。道交差点から、東西方向には、国道二百二号が通り、北方向には、市道、西陣荒江線が、西陣方面に伸びている。住宅屋、 商店などが立ち並ぶ、北港2車線、南行1、2車線の区間を通る。城南郵便局を左手に見て、沢原区に入りの毛口交差点で、福岡外環状道路と交差し、野毛交差点では、県道49号と交差する。指導、西陣荒井線と起点の荒井交差点からこの野、芥田交差点までの区間は、佐原街道という愛称が付けられている。 野毛交差点以南も引き続き住宅、商業地の中を南南西に進む。途中、西鉄バス、沢原自動車営業所と沢良区役所入部出張所を過ぎると真南に向きを変え、住宅がやや少なくなる。沢原平尾交差点で、県道136号が左側に分岐し、東道路はやや右にカーブし、すぐに室見川を大井出橋で越える。 そこから 2km ほど進み住宅地の内や、陽光台地区を通る。陽光台地区を過ぎると、再び南南西に向きを変え、住宅が少なくなる。そして間もなく、今度は右にカーブして西北西に向きを変え、セフリ山地の山間部に入り上り坂となる。トンネルを抜け曲がり淵ダムを右手に見、曲がり淵集落を抜け再び南南西に向きを変えると、三瀬峠の峠越え区間となる。 三瀬峠には、ループ橋と、トンネルで構成される、三瀬トンネル有料道路が通っているが、旧道は急勾配とヘアピンカーブが連続する。三瀬峠が、福岡、佐賀両県の県境となっており、峠を越えて、佐賀市に入る。佐賀市、編集佐賀市三瀬村に入り、三瀬トンネル有料道路と旧道の合流点を、過ぎると間もなく、佐賀市役所三瀬支所や、 小中一貫校三瀬校などがある三瀬村の中心地域を通る。東道路に沿ってはいないが三瀬村の中心から西側に行くと北山ダムがある三瀬村の中心から南進し三瀬ルベール牧場どんぐり村を過ぎると工房峠を越え佐賀市大和町に入る工房峠から南側は急勾配となっており福岡方面には土反車線が設置されている。 松瀬地区を過ぎると加瀬川を右手に見ながら川沿いに進む。川向こうでは国道323号が並行している。南東に向きを変え、道の駅ヤマトと川上橋を通る。長崎自動車道をくぐり佐賀大和インターチェンジ。悲善国庁跡、高志館高校。佐賀市役所大和支所、イオンモール佐賀ヤマトを経て、佐賀県総合運動場と国立佐賀病院のある。 国立病院前交差点が終点となる国立病院前交差点から東西方向には国道34号が伸びており南側は国道264号であり探し中心部に向かう峠編集トンネル編集起点から福岡県ありがとうございます